フェイト、グランドオーダー、藤丸律香はわからない。エミオー、エミオー、何かな、マスター。あ、エミ、ごめん、こっちのエミヤ。すまない。こちらこそ。あ、マシュ、エミヤ見なかった？エミヤさんなら食堂でお当番を。ごめん、アサシンの方。あ、早が天使でごめんなさい。こちらこそ。エミ、アーチャーのエミヤ。赤と黒どちらだ？赤い方のエミヤ。アーチャーとアサシン、どっち？赤いアーチャーくん？緑のアーチャーくん？それともジャガー？違います！というわけなので、あだ名をつけます。待ってくれ、どうして？あの騎士王の方がよっぽどだろう。アルトリアは一周回ってなんか大丈夫なんでさ。ではまず、赤いアーチャーのエミヤ。俺の中では普通のエミヤというイメージなので、ノーマルエミヤ、略してノミヤです。ノミヤ。いや、俺が普通なら俺はエミヤでいいだろう。でもそれだと他の二人が、あ、ってなっちゃう問題が解決しないから。じゃあ選んで。フミヤ、料理長、クッキングママ。俺のイメージ料理しかないのか。次はアサシンのエミヤ。スダレ。じゃあ最後はエミヤオルタ。三代目。どういうこと？こうして三人のエミヤさんたちのあだ名が決定しました。ところが、エミ、違う、なんだっけ、もういいや。エミヤ、アサシンのエミヤ。病院みたいだな。先輩自身がすぐ忘れてしまい定着しませんでした。でも、よう、やってるか。なんかつまみ作ってくれよ、ノミヤ。ノミヤ。赤いアーチャーのエミヤさんはしばらくからかわれてしまったようです。シルエットクイズ。このシルエットは誰でしょう？あのサーバントかな。どうだろう。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。よくわからない。